ノーコードでできるメガメニューの作り方。メガメニューはクリックまたはマウスオーバーで開くドロップダウンメニューの一種です。通常のドロップダウンメニューと比べて広いスペースを確保することで、階層化したページをグループごとに表示したり、写真やアイコンを使ったユーザビリティの高いメニューが作れるのが特徴です。それではバインドアップでのメガメニューの設定方法を見てみましょう。通常メガメニューの設置には HTML や CSS の調整、 JavaScript の設置などの手間が発生しますが、ノーコード CMS のバインドアップであれば要素を追加編集するだけで設置可能です。ブロックテンプレートの一覧からメガメニューを選択します。メインメニューのテキストを打ち替えます。続いてサブメニューのテキストを打ち替え、リンク先の設定を行います。必要に応じてリード文や画像の設定を行います。不要な要素はトグルボタンをオフにすることで非表示にできます。スマートモードでの設定は以上です。続いてエディタモードを使った設定方法を、ブロックテンプレートを使わずに一から構築する方法で解説します。エディタモードを使うことでより自由な構成が可能になります。メガメニューの要素と編集パーツとの関係性を理解しておくと良いでしょう。まず新規ブロックを作成したら、ブロック設定のブロックレイアウトからメガメニューを選択します。編集に戻り、メインメニューのテキストに対して段落スタイルからタイトルを設定します。続いてサブメニューをリンクパーツを用いて設定します。なお、このエリア内には画像などの要素を配置することも可能です。メインメニュー内で分割レイアウトを行いたい場合は分割パーツを挿入します。分割パーツの数だけ均等分割されます。これまでの設定がメインメニュー以下のセットとなり、その構造を繰り返すことでメニューが増えていきます。設定は以上です。